エンベリザ・フカタ・ホアカは、スズメ・モク・ホージロ・カ・ホージロゾークに分類される鳥類。インド、タイ、大韓民国、中国、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ネパール、パキスタン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ロシア南東部、中国北東部及び南部や、ヒマラヤ山脈西部、シベリア南東部、モンゴルで繁殖し、北方のものは、朝鮮半島南部から、 中国南部やインドシナ北部にわたり越冬する。日本では夏季に北海道、本州北部の高地や平地、本州中部以南の高地で繁殖するとされていたが、近年、山口県では海岸近くの低地での繁殖が確認され、また清時代でも繁殖している。冬季は本州西部、四国、九州で越冬する。全長15から16.5センチメートル。 体重19から 26g。側頭部に赤葛色の反紋があるのが和名の由来。覆面は白く、体側面には褐色の縦縞が入り、メスは少々色が薄い。オスの夏は頭部が灰色になり、胸部に黒と赤葛色の横帯が1体ずつ入る。平地から山地の草原や河川敷、農耕地に生息する。 非繁殖期には単独化小規模な群れを形成して生活する。植生は雑食で、昆虫類、節足動物、果実、種子等を食べる。主に地上で採持する。繁殖形態は卵性。日本での繁殖期は後の7月で、ヤブや低木の木の枝に枯れ草を束ねたおわ状の巣を作る。1回に3から6個の卵を産む。放卵期間は約12日で。 メスが放卵する。ヒナは約12日で巣立ちする。開発による生息地の破壊や獲物の減少等により生息数は減少している。ありがとうございます。